感染症危機管理については、感染症の発生をよび延の初期段階から、迅速かつ的確な措置を講じるための司令塔として、関係大臣と協力して、平時、有事、一貫してしっかりと対応していきたいと思います。えー、私自身、ですねコロナ副大臣を経験をしておりますので、まあ、本当にあの皆様にもいろいろお力を借り、ご協力していただきながら、なんとか乗り切った、まあ、本当に国難といっていい大きな事態でありました。 えーまあ、そういう経験も生かして、ですねしっかり感染症危機管理、少しでも質のいいものにしていきたいと思っております。で具体的には、本年7月に改定された新型インフルエンザと、対策、政府行動計画を踏まえた取り組み状況の確実なフォローアップを行います、そして、より実効性のある訓練の実施でありますとか、国民に向けた情報発信の強化など、平時からの備えの充実に努め、次なる感染症危機への対応に万全を期してまいりたいと思います。